はい、次に、藤巻健太さん。はい、日本維新の会の藤巻健太でございます。本日は、よろしくお願いいたします。時間も限られておりますので、早速質問の方に入らせていただきます。よろしくお願いします。沖縄における観光政策について、質問させていただきます。まず観光においてですね、非常に重要な要因である為替についてお尋ねいたします。ドル円相場、今非常に大きく動いております。まあ、2、3年前はですね、1ドル100円そこらの値だったんですけれども、まあ、今現在ですね、まあ、先週円高結構進んだんですが、145円とか、それ150円ぐらいの間をですね、行き来してるんですけれども、まあ、外国人観光客にとって、為替とは値段そのものでございます。まあ、例えばですね、日本で10万円かかる旅行、外国人観光客にとって3年前は、まあ、1000ドルかかったところがですね、今は700ドル弱で行けるということになります。まあ、3年前は1000ドルかかっていた日本での旅行が、今は700ドル弱というような状況になっています。ホテル代もレストラン代も、交通費も施設入場料もお土産代も全部3割引きの、大バーゲンセールというような状態になっているわけですけれども、まあ、沖縄、旅行がですね、事実上値下がりして、外国人観光客が増えることが、予想されるだけではなくてですね、まあ、日本人観光客も増加するのではないかということも考えられます。まあ、今まではハワイに行っていた、日本人観光客がですね、この円安でハワイでは、まあ、あまりに高いということで、じゃあ沖縄にしようというふうになるわけですからね。まあ、日本経済全体にとって円安が望ましいのか、それとも円高が望ましいのか、適正為替水準がどこにあるのか、まあ、ここでは論じませんけれども、まあ、こと沖縄の観光振興においては円安は確実にプラスであるのではないかというふうに考えております。まあ、今まで申し上げてきた通りですね、為替相場、沖縄の観光振興において、まあ、最重要ファクターの一つかなというふうに考えているんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。やはり、まあ、円安が望ましいというふうにお考えでしょうか。自見大臣、お答えいたします。為替相場については所管外でございますので、具体的なコメントは差し控えさせていただきますが、円安については一般論として申し上げれば、まあ、インバウンドの増加や受け入れ側の外国人労働者の減少等の影響が指摘されていると承知しております。一方で現下の沖縄観光についてでございますが、令和5年度の上半期、沖縄県の入域観光客統計概況におきましては、国内観光客は台風の影響のあった8月を除きまして、コロナ禍前の水準まで回復していることに加えまして、外国人の観光客は国際航路便ですとか、あるいはクルーズ船の再開といったことが段階的に回復しつつあるといったこともあり、上半期に続きの傾向を踏まえまして、下半期もこのまま回復傾向が続くものと見込まれている旨の分析がされてございます。で、政府といたしましては、令和6年度の概算要求におきましても、沖縄の観光人材の確保にかかる支援や、あるいは国際観光地沖縄にふさわしい沿道の景観の整備といった新規の施策も盛り込んでおりまして、こういったトレンドを逃すことなく、しっかりと沖縄観光の再生を後押ししてまいりたいと考えているところでございます。はい、藤巻さん。はい、まあ、今後ですね、円安進んでいけば、まあ、さらに観光客が増えることも予想されてですね、そうするとまあインフラ整備だったりオーバーツーリズム対策、まあ、こういった必要性増してくるかもしれませんし、逆にまあ円高が進めば、もしかしたら外国人観光客等々減ってしまうことも考えられてですね、そうするとまあ、観光客を呼び込むような広報宣伝が重要になるかもしれません。まあ、いずれにせよ、まあ、為替相場がですね、沖縄観光政策に及ぼす影響というのは非常に大きいというふうに考えているんですけど、まあ、日々の細かい動きっていうのはまあ諸考えだとは思うんですけれども、まあ、今後長期的に見てね、円安に行くのか円高に行くのか、そういったのはまあ大きな方向性ぐらいっていうのは お持ちになっているでしょうか。はい、自見大臣。はい、委員ご指摘の通りでございまして、繰り返しになって恐縮ですが、まあ、円安につきましては、まあ、インバウンドの増加というものも見込まれてくるというふうに承知をしておりますので、引き続き沖縄観光の再生をしっかりとそのトレンドに合わせて、後押ししてまいりたいと考えてございます。はい、藤巻さん。
まあ、本当に何度も言うんですけどね、為替相場というのはもう本当値段そのもので、観光政策においても最も重要な指標の一つだと思うんです。で、まあ、本当に沖縄に限らずですね、日本中の観光業関係者非常に強く注目している数字ではあります。1ドル200円になるのか、これが100円になるのか200円になるのか、まあ、値段が違うわけですから、まあ、政策も大きく変わってくるはずです。まあ、そういった状況の中でですね、やはり見通しぐらいは、示してあげる方向性ぐらいは、示すのが、まあ、責務と思うんですけど、まあ、そこはちょっと、お答えいただけないということは、まあ、ちょっと残念に感じるんですけども、いずれにせよ、まあ、為替相場のですね、長期的な、動向をしっかり分析して、観光政策の方向性、しっかりと出していっていただければと思っております。続いて首里城についてお伺いいたします。先日の大臣の発言の中にも、首里城の復元については、着実に工事を進めていくとありました。もちろんですね、復元これしっかり進めていただきたいと考えているんですけれども、一方でですね、ちょっと4年前の話にはなってしまうんですけれども、政府として、首里城が焼失した原因については、どう考えられているのでしょうか。これ那覇市消防局もですね、沖縄県警も原因不明と、結論付け捜査を終えています。まあ、原因不明だから、責任の所在も不明ということなのでしょうか。まあ、事態はですね、世界遺産が焼失したという事態です。そんなんで本当にいいんでしょうか。まあ、なぜかわからないけど首里城燃えてなくなっちゃいましたと、何が悪かったとか何もわかりません、復元頑張りますと、まあ、そんなのでいいのでしょうかと。まあ、原因の追及とですね、管理責任の明確化があってこそ再発を防止できるのではないかというふうに考えているんですけれども、まあ、このまま原因も、それから管理責任の所在も曖昧なままで本当にいいのでしょうか。原因と管理責任について政府としてはどのように考えられているのでしょうか。はい、自民大臣お答えいたします。令和元年の、首里城の火災の原因につきましては、令和2年1月に沖縄県検察が出火原因の特定に至らなかったと発表しております。また同年3月には那覇市の消防局が、本火災原因については不明とすると発表してございます。さらにこれらの調査結果も踏まえまして、沖縄県が設置をいたしました首里城の火災に係る再発防止検討委員会が令和3年3月に取りまとめた報告書におきましても、出火原因を特定させるだけの根拠を見出すことは困難だったとされてございます。首里城につきましては国営公園として整備所有をいたします、所有しております沖縄総合事務局が都市公園法に基づきまして沖縄県からの申請を受けて管理許可を行い、県が管理を行っているところでございます。今般の火災を踏まえまして、本年2月になりますが、沖縄県への管理許可を更新する際に、許可の条件に防災、そして防火対策の強化を追加するなど、県の責任を明確化したところであります。内閣府といたしましても、引き続き関係機関と連携して、再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。はい、藤巻さん、はい。原因がわからないのはまだしょうがないかもしれないですけれども、やはり管理責任の、明確化っていうのは必要だったんじゃないかなと。もう少し具体的な、管理責任、何が悪かったかっていうところは、見直すべきだったかないかなというふうに思えてるんですけども、これ復元する首里城の、火災防止対策、もう二度とああいう火災を起こさないというような、対策はしっかりと打てているのでしょうか。もう少し具体的なお話をお聞かせ願えればと思います。はい、望月さんお答え申し上げます。首里城正殿の復元にあたりましては、今おっしゃるように二度と火災による焼失を生じさせないという決意のもとにですね、首里城復元に向けた技術検討委員会、こちらの方で検討等を重ねさせていただきまして、それを踏まえました実施設計ですね、これによって必要な防火防災設備を盛り込んだところでございます。具体的には早期発見ということで自動監視カメラ、また初期消火ということでのスプリンクラー、
また消火活動を容易にするということでの連結送水管などをですね、新たに整備することとしているところでございます。また発災時にですね、関係者が連携して適切な行動をするということのために、沖縄県が令和4年に策定しました首里城公園管理体制、管理体制構築計画、これを踏まえまして、管理許可を受けている沖縄県を中心に、一つは国営公園の区域と県営公園の区域の連携体制の強化、これを図るために公園管理センターの機能強化を行うこと、また公園の指定管理者と沖縄県総合事務局、沖縄総合事務局、沖縄県那覇市消防等のですね、連携による避難誘導などの防災訓練の強化、これをしているところでございます。引き続きですね、しっかりと体制を組み、また責任を持って取り組んでまいりたいと思います。はい、藤巻さん。はい、ありがとうございます。首里城ですね、沖縄だけではなく日本全体にとって大切な文化財でございます。本当に、あのような火災、もう起こさないようにあらゆる対策の方をよろしくお願いいたします。続いて沖縄科学技術大学院大学について、OIST ですね、OIST についてお伺いいたします。 OIST は、先駆的大学院大学として科学的知見の最先端を切り開く研究を行い、次世代の科学研究をリードする研究者を育て、沖縄におけるイノベーションを促進する拠点としての役割を果たすミッションのもと、2012年9月から学生を受け入れた、特徴のある大学でございます。この11年間の成果実績をお答えください。またこの11年間、どう総括されているでしょうか。はい、望月さん。お答え申し上げます。OIST は、沖縄の振興及び自立的発展、並びに、世界の科学技術の、発展に寄与すること、これを目的といたしまして、平成24年の開学以来、世界最高水準の、教育研究を行ってきたというふうに考えております。で、その結果としまして、OIST は、質の高い、論文数割合のランキング、これは国際的なランキングでございますが、我が国ではトップ、世界でも、第9位の、評価を得ているというところでございます。また昨年、OIST の、ペーボ教授の方で、ノーベル生理学医学賞を、受賞をしているところでございます。さらに、OIST におきまして、スタートアップ支援にも、力を入れておりまして、今年度8月時点となりますが、大学発スタートアップ創出数は、45社と、なっております。またサンゴのゲノム解析などですね、沖縄の、資源も生かした形での研究も行われているところでございます。このようにOIST、総括になりますが、OIST は、沖縄の科学技術分野における世界的な知名度の向上、またイノベーションエコシステムの形成、さらに沖縄の、科学技術人材の育成、地域活性化への貢献と、こういった点におきまして、沖縄の振興と自立的発展に、寄与しているものというふうに考えているところでございます。はい、藤巻さん。はい、ありがとうございます。優れた研究成果を残すためにはですね、やはり海外からも含めて優秀な研究者に来てもらうということが最も重要な課題であるというふうに考えております。研究環境はもちろん、医療や住居など生活環境の整備も重要かと考えますが、優秀な研究者を招聘するために今後どのような方策を考えておる、でしょうか。はい、望月さん。お答え申し上げます。OIST が、世界最高水準の研究をですね、行う上で、その中核となるのはまさに研究者でございます。で、世界中から、優れた人材を、確保するということは本当にOIST にとりまして、極めて重要な課題だというふうに考えているところでございます。で、研究者、現在世界22の、国地域から、採用されているところでございますが、OIST におきまして優秀な研究者に相応の処遇を行うということとともに、一つ目としましては学内に住宅を確保するということ、また日本語と英語のバイリンガル環境で保育を行います。保育園の設置、そういったことを行っております。また研究面で言いますと、厳格な評価システムを前提としつつも、長期に安定した研究費を各 教員の方に与えていくというハイトラストファンドと呼ばれる仕組みを採用していくと、
さらには機材そのものが高度な研究機器として整備をしておりまして、また専門性の高い支援員がですね、その教員をしっかりとサポートするというふうな体制を取らせていただいているところでございます。こういった形で安心して研究に専念できる環境を整えることで優秀な人材の確保を図っていくというふうに考えているところでございます。はい、藤巻さん、はい、入学者の外国率が、ね、外国人比率が 80% を超えるなど、特色のある OIST の設立が、今後成功するかどうか、次の10年が、非常に大きな分岐点であると思います。さまざまな可能性を模索していただければと考えております。時間が参りましたので私の質問を終わります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。